終戦の日から人類解放の日へというのを、続けておりまして、12回と。いや、実は日本は戦争に負けたのか、戦争に勝つということと戦争に負けるということは何が違うのかということを、考えてみたいと思います。もちろん普通に考えれば、何気なく考えればですね、戦争に勝つというのは、敵の城を攻め落とせば勝ったし、それでその勝てばですね、勝った戦争の目的ですね、勝った方の目標が達成されるわけですよ。例えば領土を取ろうとか、憎らしい敵を殺すとか、全て収入を上げようとか、戦争っていうのは戦争した結果、勝った方の言う通り、希望した通りになるっていうのが戦争なんですよ。だから戦争に勝つ負けるっていうのは2つ定義があって、2つがあって、1つは軍事的に勝利すると、相手の国の偉いやつを殺したりなんかするっていうのが一つと、もう一つは戦後、戦争が終わったら、その戦争に勝った人たちの、言ってみれば自由な社会になると。この二つですね。ところが、その大東亜戦争っていうのは、日本はアメリカとイギリスとオランダに追い詰められて、あと白人側に寝返った中国に追い詰められて、それで戦争することになった。つまり日本の方は、自由にさせてくれと、石油も買いたいし鉄鋼も買いたいと、日本を植民地にするってのはやめてくれと、そういうことを言ってたわけですね。日本がどっかを侵略するっていうんじゃなくて、行きがかり上どうしても白人が来たから戦わなきゃいけないから、戦いに勝っちゃったら、朝鮮とか台湾とかあるいは満州とか取ってしまったんですけど、それは結果であってですね、もともとは日本が攻めようとしたわけじゃないんですね。つまり白人世界帝国を作ろうとすることで最後に日本に攻めてきたんで、しょうがないから戦ったと。それで大東亜戦争の時も、第1回アジア会議のようなものを開いた。これが大東亜会議ですね。そしてみんなで集まって、戦争が終わったらアジアも独立しようと。これに対してアメリカ、イギリス、オランダ、中国はですね、いやそうじゃないと、白人世界帝国を作るんだと。つまり大東亜戦争というのは白人世界帝国を作ろうとするアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、中国と、それから、いやそれじゃないと、肌の色にも関係なく、大きいか小さいか国がですね、それとも関係なく、それから資源があるかどうかにも関係なく、みんな自分で自分の国を作るということになろうじゃないかというのは日本。そして戦争が終わったらですね、日本の言う通りになったんですよ。つまり、アジアの国は早速すぐ独立しましたね。インド、インドネシア、インドシナ、フィリピンからアメリカが乗いたんですが、全部独立したわけですね。おこぼれで朝鮮とかそういうところも独立した。しばらく経ったら今度アフリカの世紀というアフリカ の10年というんですかね、ここに地図を掲げましたが、これは黄色いところが全部イギリス領、ブルーのところが全部フランス領、それからいろんなところがベルギー領とかなんかあった。つまりアフリカは全部今のアフリカじゃなくて白人が占領してた。それを全部解放した。これも日本の大東亜戦争なんですね。それからもう一つは、戦争が終わったらですね、何が起こるかっていうとですね、戦争で負けた国は自分たちの意思が通じなかったんだから衰えていって、そして戦争に勝ったところは繁栄していくはずなのに、もう一つの世界の平均寿命とか、世界の所得、お金持ち程度とか、それからここには世界の犯罪率とか、こういう社会がどのくらい良くなったかということになると、日本が一番良くなってるんですよ。平均寿命も高い、所得も高いし、犯罪も少ない。ですね。じゃあ戦勝国はどうかっていうと、別にイギリスもフランスも結構没落し、ロシアも、寿命も短いし危険度も高い。アメリカは相変わらず犯罪が多い。つまり大東亜戦争を境にして考えてみますとね、このこういうような錯覚をこう振り払うのって相当こう覚悟してやらなきゃいけないんですが、戦争に勝ったか負けたか2つの見方がある。一つは軍事的に勝ったか負けたか、もう一つはその戦争によって目的を達成したかどうか。その確かに軍事的に勝った負けたで言えば日本は負けましたね。アメリカに負けたわけであって、イギリスとかオランダとか中国に負けたわけじゃないんですが、
いずれにしてもアメリカがものすごくあの頃戦争間で、まあ、原発されて負けた。しかしアメリカ一カ国に負けたんですが、他の国には勝ってるわけですよ。ですから国ごとの勝敗で言えば5勝1敗なんですね。日本はロシアに勝ち、ドイツに勝ち、中国に勝ち、イギリスに勝ち、オランダに勝って、まあダッシュで言えばフランスにも勝った。だからそういう意味では、日本は5勝1敗なんですよ、戦争は。だからまあアメリカに負けたことを思って戦争に全部負けたというふうにすれば、それはやっぱりそうですけど、だけど何勝何敗だったっていう点じゃ5勝1敗なんですよね。だから1敗しちゃったので、その時にまあ日本が占領されちゃったわけですけども、まあそういうことですね。じゃあもう一つの尺度、つまり戦争の目的は達成されたのかっていうと、日本に戦争を仕掛けたアメリカもフィリピンから、それで戦争に勝ったアメリカもフィリピンから撤退して、フィリピンは植民地状態を脱した。まあ、イギリスはもちろん力を失って、オランダも力を失って、日本と戦って失って、アジア、アフリカから全部撤退する。つまり戦争の目的から言えば日本が勝ったんですよ。ただ軍事的には5勝1敗の1敗を強調すれば日本は負けたんですよ。だから そう考えないと戦後の、ね、説明がうまく聞きません。まあ、戦後繁栄したのが日本とドイツだったと。この問題はですね、もう一つ問題があって、まあ、戦争にもし勝つとですね、勝った国には既存の勢力、今まあクリントンとトランプ氏がアメリカで争ってますが、いわゆるエスタブリッシュメント、今確立している権限がそのまま威張るんですよ。ところが戦争に負けますと、形として負けますとね、それまでの指導者は引いて、まあ、日本ですと本田宗一郎とか松下幸之助みたいな新しい指導者が出てくるもんですからね、それで国が活性化するというようなことも含めまして、実はあの大東亜戦争の日本の終末というのは非常に良かった。つまりアメリカには形式に負けたけども、イギリス、フランス、オランダ、中国はまあとりあえずやっつけた。それから日本が目的としてたアジアの国もアフリカの国も全部独立して、そして世界が全く民族独立の平等な国になった。そしてさらに日本はですね、戦争を経たことによって平均寿命も世界一になり、所得もほとんど世界一になり、社会は非常に安全になり、昔のようなある意味での暗い日本というのがあったんですけど、それも一掃されてものすごく良くなったわけですよね。ですから私はですね、その昔は大東亜戦争は負けたと思ってたんですよ。敗戦だと思ってたんですよ。しかしその敗戦だっていうのは本当は違うんですね。戦争の意味をもう少し深く考え、戦争の目的も考え、表面的に感じられる戦争と本当に奥深い戦争との2つをやっぱり我々は考えなければいけないんじゃないか。まあ、それにはまず何勝だ何敗だったかってなこととか、戦後日本が言ってたことと連合軍が言ってたことのどっちが本当になったのかと、まあ、いうこともじっくりと考える必要があるんじゃないかと思います。